こんにちは、インフォクリエイターです。今日は図形に写真を貼り付ける方法をお伝えします。図形に写真を貼り付ける方法、まず図形を挿入します。挿入タブのリボン図の図形、楕円を選択して震源を描きます。で、今回図形に写真を貼り付ける方法ですので、写真を貼り付けたい図形をまず選択します。次にタブにこの舞踊画ツール書式というタブが出てきますので、書式タブの図形のスタイルの図形の塗りつぶしを選択します。そうするとこのように、ツールバーが出てきますので、この中で図を選択します。塗りつぶし図、図形を図で塗りつぶします。そうするとこのようにダイアログボックスが出てきますので、画像の挿入ダイアログボックスが出てきますので、ファイルからでイメージ検索、ワンドライブといったのが出てきますけど、この今パソコンに入っている写真から図形を選択する場合はこのファイルからを選択します。そうするとこのように出てきますので、ここで挿入したい画像を選択して、で挿入ボタンをクリックします。そうするとこのように図形に写真を貼り付けることができました。あとはこの図形を目的のサイズに修正して、で置きたい場所に置く、これが図形に写真を貼り付ける方法、つまり図形に写真を塗りつぶすということです。